さあやっていきましょう。アザラシアナリティクス5月分でございます。どうもどうもどうも。このチャンネルのチャンネル主のチョコアザラシでございます。チャンネル主って言い方しないから。はい、現在このチャンネル1154人いるらしいですよ。チャンネル登録者数がすごいね。あと154残機がある。まあ5月分のね、収益の報告をねしていかなくちゃということで、短いながらもこうやって動画を上げていきます。まずはもう担当直入にアナリティクスから見ていくか。はい、ふい、これがね、過去28時間でダメだ。5月分ですね。5月分は、ほい。5月分はこちらになっております。5月の間に24ドル85セント稼いだらしいですよ。このチャンネル。すごいっすね。すごくないんだけど、すごいね。普通、多分チャンネル登録1000いってるチャンネルの、収益ってもうちょっと多いと思うけど、まあ、アザラシに関してはこれぐらいですね。24ドル85セント。でもね、なんか、こうしてみると、大して、今月っていうか、5月あんま動画上げてないんですよね。やっぱりね。そんなに多くなかった。これどうしようかな。28日とかで見たら、これぐらいだよ。上げてる動画の数ね。これぐらい。まあ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 。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10本ぐらいかな。まあまあ、ほぼ最近上げた動画で再生数が回ってるということはないのだけれども。まあそんな感じでね。あんまりなんか活動してない割には、お金が振り込まれてないんだけどね。まあ一度も受け取ってないんだけどね。なんか8000円を超えないと受け取れないらしい。なのでまあ、あんまり活動してないなという中でもまあ、毎月2000円ぐらい発生するんだとしたら、素晴らしいマシーンだよ。素晴らしい装置だよ。お金の発生する装置。まあまあ、これはね、俺は頑張ってきたからって言いたいことだけど、なんか5月分のね、稼ぎの中で、こう見ていくと、なんか俺の頑張りって言えるのかなっていう感じもしますよね。単純に、どうなんだろうなってね。一番動画再生されてたのは、まあ、やっぱ90秒ドローイングですね。これ強いですね、やっぱりね。うちのメインコンテンツと言っても過言じゃない。これを増やしていかないと。うちのチャンネルこれを増やしていかないとって思うんだけどね。なかなか、ポーズマニアックスさんはもうこれ、なんかフラッシュのあれでも潰れちゃったしさ、この素材を置いてどっから拾ってくればいいのか分かんないんだよね。これを作る、この動画を作る、アビー UTL のね、動画編集ソフトのね、その、ひな型はあるんだけどね、この編集した段階のやつ、あとここ画像さえ当てはめたら、作れるのある、作る状態にしてるんだけど、ね、動画一本。ただ、この元となる画像がなかなかね、手に入んないんですね。まあ、それに猫でも撮ってきてね、やればいいんですけどね。ということで、まあね、これはまあ、やっぱり強い。そして、2番目につけてる、この2番、3番につけてるこのポコピーのね、切り抜き動画。これ強いですね。よく再生が回っております。そしてよく稼いでおります、この辺の動画ね。この辺結構本当にしっかり稼いでるからね、ちゃんと還元していかないとって、すごいこう重大な使命感に追われて、還元しないと、ポコピーに還元しないとってことで、ね、ピーナッツくんの、なんかライブ、ピーナッツくんの CD 発売記念アルバム発売ライブはとりあえず申し込みましたけどね。一応そうやってそういう感じで還元していこうと思いながら還元しております。で、4番目につけてるのはこれね、クラピア植えてからのね、動画ね、これね。で結構伸びてるんで、クラピアをね、上げていきたいんですけどね、素材も持ってるんだけど、意外とこう編集する時間がないなっていう、そんな最近の話でございます。はい、まあ、そんな感じですね。バーッと見ても、最近作った動画がこう、よく再生数稼いでるっていうわけではなくて、昔撮った動画の杵塚で頑張ってるみたいな、昔撮った杵塚で頑張ってるみたいな感じですね。うだつながんねえチャンネルだな。こんな感じで、まあ、喋ること喋ったかな。5分ぐらい。来月は今月以上にまた動画上がんないと思います。はい。すいません。なんか、全然国試に向けて勉強してなくて、なんか、そろそろ追い込まれてきて、しかも卒論もあるっていう。ね、はい。すいません。こんな感じです。ほな、また。